皆さん、じゃあ、ちは。ただいまに、第152回日照牧検定2級に関する回答速報会を開始いたします。担当は、レックの富田です。どうぞよろしくお願いいたします。はいはい。えー、じゃあね、えー、本日実施されました、日照2級の回答速報というところでございましてね、えー、一応、お時間30分程度、頂戴をいたしましてですね、 えー、本日の本試験に関する私どもが出させていただいた、まあ、回答速報のね要点用紙等々お話をさせていただこうというふうに思います。でまず最初にですねえー、っと一点ご案内なんですがこの私どもの方でアップ、ね、ホームページ等でアップさせていただいております回答速報おこれについてなんですけどね まあ従来からご要望も非常に多いというところがございまして、まあ、今回もね、えー、私どもの出させていただいた回答速報にはあの予想の配点箇所、まあ、これをね付けさせてていいただいております、まあ、第1問はそんなにね、あのー、誰でもある程度っていうところあるんですけど、まあ、第2問以降についてはね、まあ、どういったところに点数つきそうかな。 まあ、一つの判断指針目安が知りたいというご要望も多いので、まあ、問題内容なんかを精査してですね、まあ、おそらくこういったところが配点箇所になるんではないかというですね私ども独自の予測を,をつけさせていただいて、まあ、回答速報をなしさせていただいてね一緒にアップをさせていただいているというようなものになります。まあ、何が言いたいのかっていうとあのー、こちらの模範回答を使ってですね えー、ご自分がお作りになった答案とまあ、付き合わせというか要は自己採点おやりになる方も多いとは思うんですけどもその時にね採点箇所というのはあくまでも日照さんの方が実際の本試験採点で用いられているものとは必ずしも一致しないということはお知りおきをいただきたいんですね、えー、日照さんはあの配点箇所自体は公表されませんので、えー、実際にはまあ僕らが考えている話と多少 お配点のの相違というのが生まれる可能性はあります、えー、ありますから、まあ、一応自己採点の結果についてはね大体、えー、まあプラマイ5点からまあ最大10点取っちゃうともう多分ね、えー、ずれることは絶対ないとは思うんですけどもまあ5点前後ぐらいの幅はあるものだとプラマイでね、えー。いうことはちょっと念頭に入れていただいて自己採点データというのはあご活用いただくというところでねまあその点だけはまず1点お願いしたいと。 こういういいにに思いますす純粋に僕らの予想です、ね、だから全然違う時もあるかもしれない。とは言ったってそんなに大崩れしたことはなかなかないので、まあ、全然ないって言ったっていいと思うんですけどあのうちの模範解答の予想配点の得点採点結果とね実際の本試験の得点結果がねあの全然違うと。20点も30点もずれてると、まあ、得点の打ち分けわかんないからですけどね。 あのそんなことないんで、えー、まあ概ねこういったところに落ち着くでしょうというものを前提で付けさせていただいてるんだけども、あくまでも参考ですよということは念頭に入れていただいて、まあ、ご確認をいただきたいというふうに思います。で、まあ今日の2級の本試験ね、どうでした皆さん。あーまあ特に今回の2級の試験に関しては、まあ、今まで通り例年のね、えー、毎回の試験と同じように。 えー、初めて試験に挑む方も多数おいでになれば、まあ、前回が前回でしたから前回までに厳しい、えー、結果に終わってしまった、まあ、悔しい思いをされた方々がねまさにまあ今日にかけてリベンジの場としてね、えー、問題に立ち向かってくださったという方々も多いと思います。まあ、特にね、まあ、前回非常に厳しい問題でしたんで。 えー、なかなか、まあ、私もいろいろ回答速報で申し上げたところはあるんですけどもまあまあ正直言ってね、えー、なかなか努力が報われないような問題だったっていうのは事実あると思いますよ。で、ね、それに比べると今回の2級の問題はまあ僕は非常にいい問題かなと思います。まあ、こんなことで偉そうですけど上からものを言うつもりは全くないですがあーまあまあだとだと思います。 妥当っていうのもね、あの解きやすいとかっていうことではないんで。あのやっぱり今の二級の問題です。で、ね、だん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 、まあ当然それは出題範囲からしてもう明らかなんだけども。出題範囲からしてね。ええー、五年十年前の二級とはやっぱり全然違いますよ。相当程度レベルが、高まっていることはもう間違いないし。で、問題の出し方自体も、まあ従来の本試験の問題に比べてね。やっぱりこう自分で考えるような。 問題構成になってますからそういう意味でも2級の受験生さんに求められてるレベルっていうのはもう全然昔の2級よりも高まってます。それは今回の試験でも変わらない。で今回の試験でも間違いなくそれはある。もうそれはもう今の2級の傾向だと思います。で僕はそれ自体は別に否定するつもりはないし、えー、それに見合うだけの努力をね皆さんやってくださってる方も多いのでまあそれはそれでね別に時代の流れとしてありなんだろうなとは思うけども。 まあ、そういった諸々の状況を勘案してもですね、えー、今回の2級の問題というのはまあまあうんそうだなもう僕は妥当だと思います。あのじゃあ簡単なのっていうと全然簡単じゃないですよ。あのもうもはやね2級の試験で簡単っていうのはないような気がする僕は。ああ簡単っていうレベルじゃないですよね。なすなわちまあどうしても僕らみたいなに古い人間はね昔の2級のインパクトが強いから。 あ,ある程度通り一辺倒の問題の解き方みたいなだけ覚えとけばどうにかなるという時代が長く続いていたのであのそういうところから考えちゃうとねもうず抜けで難しいですよ。で図抜けで難しいけどもただまあ今の試験のトレンドっていうのはもう皆さん方受験生さんもね一生懸命受験準備をされる過程でやっぱりよくお分かりだと思う。でそういった流れの中で考えるとそうだな僕はもう今の2級の。 もう次第範囲等々を考慮するといい問題なんだろうな、うん、もうこれはもう率直に思います別に僕はあの悪態つくためにここにいるわけではないのであのー、うちの営業サイトはなんかあのとにかく悪態つけみたいな訳のわかんない指示を出すんですけどそんなこと言ったって悪態つけようがないものはつけられないからねあのー、僕だってそんなひねくれた人間じゃないんでねえー、今日のね問題は僕ね基本的に 僕みたいな人間がどうこういうことはないんだけどもまあまあいい問題だったと思います。でいい問題っていうのはそうだな今の2級の問題のまあいろんなね毎回毎回の試験の合格者の方々と肩を並べてね「僕はあこの試験で受かったんですよ2級取ったよ」言った時に、まあ、当然。 ここ数年来難しくなってる2級の合格者の方々に引きを全く取らないしねーしっかりとなすべきことをやった方でないとやっぱりね合格っていうのはおぼつかない問題になってるんでまあそういう意味ではある意味妥当性の高い問題だと僕は思うからあー今回の試験に関してはそうですね まあ比較的なすべきことをしっかりやっていただいた方が向かれやすい試験なのかなというふうに思います。でただまあここら辺はねあのどうしても初回の受験者の方々は多少やっぱり今までの3級までの経験と違う見方を 問題対応にあたってしななきゃいけないけので、まあ、そういったところで少し混乱してしまったところも実際あるかなっていうところはあるんだけどねあのー、ちょっと今回の2級の試験に関して言うとここ数回ずっと続いていたセオリー的なものっていうのかな、あのー、ここ数回やっぱり問題の傾向としてはもう工業簿記で取るだけ取ってもう基本的には40点満点近く取って。 であとは商業武器でカバーをするってのが基本的な合格戦略だったと思うんですが少し今回の問題に関してはその内容はは変わったかないう気はしますねあーまあ端的な話今日の工業武器に関してはあまあ大王門はねレチジャンで部門別ってのはなかなか想定しませんでしたけど最初はえって思ったかもしれないけどでもあれはさまるまる全部落とすってことはないでしいくらなんだって。でね あのこの点に関しては僕もうえ、まあ、僕レベルの人間が言うことではないんだけどもやっぱちょっと言いたいなと思うのもあってあの前回部門別でだからもう今回やんなくていいよとかっていう勉強の仕方は僕は個人的には違うと思う。 ねえだって他の試験の時に、まあ、前回ちょっとあれだけどね前々回とかだってまあ合格された方々は一生懸命いろんなものを理解するように努めて勉強してきてるわけだからその人たちと同じ合格っていうことを考えてその人たちと同じ立場になろうとした時によ「お前回出てるものはもうやりません」とかってなんか昔の僕らの時代の受験生みたいなことやっててね 同じ合格を勝ち取るっていうのはちょっとなんか僕はそれは他の合格者の方々にどうなのかなっていう気がするのよ個人的によねいや別になんだろうがかんだろうが合格すら同じじゃんというのは一つの考え方なんだけど僕はちょっと違うと思うんだよねあの今の2級はそういうものはもう求めてないじゃないここ数回の試験見たってやっぱりちゃんと2級の範囲の中で得るべき知識はちゃんと得てくれよというのは でもそのこと自体は僕は否定はしないのでだからもう前回やったんだからあ部門別もう最近やったんだから部門別なんかいいわあんまりやんないとかっていうのはちょっとどうかなっていう気がするからちょっと今回の試験でねそういうスタンスをちょっと取った方あのこれね全然。 やんなかったっていうのとあ,のある程度もうできるようになったから出題可能性が乏しいんでちょっと頻度は下げたゃないうのは全然違ういいですかあの僕は後者いいと思うんですよある程度その配布表を使った配布の思考であったりとかあそういった基本のところはもうある程度でき理解ができてると。で 試験直前期になって、まあ、出題の重要性を考えた時には一般的にやっぱ下がるでしょうからある程度のことができるようにしといた上でまあ次の試験のことを考えてさほど重要性はないだろうからね頻繁に問題解く中には入れなかったそれはいいんですよだってそういうレベルの人だって今日の問題だったら多分解けるから,からそうじゃなくってまあいるかいないか別にしてですよ 最近の試験を受ける方でそういうことはなかなかいないと思うんだけど前回部門別だからもう今回まるまるやりませんみたいなねねあの授業の時は1回やって1回問題解いたけどもうそっから全然やってねえとかですねそれはちょっとダメよやっぱり。だからあのー、そういう意味で言うと、まあ、ちょっと2連チャンで部門別みたいなところを考えるとねちょっと意地悪いなとは思うけどこんだけ間をあけずに部門別が続くっていうのはもう意地悪いなっていう気はするけどもでも。 うーん問題の内容っていうのかな出題されてる内容を考えた時にず抜けて発展度の高い問題とかではないわけじゃない。でただの直接配布法でしょってことはやっぱり基本的なアプローチだけ理解できてればああ問題は解けるわけだから、まあ、だから多くの人たちは今日「第4問」見た時「あら文問別だ」最初びっくりしたかもしれないけど「ああまあまあでもこれじゃいけんか」と思ったでしょ。そうあるべきだってことよ。 でそうあってくださいよっていうことをおそらく死刑の先生は望んでおられるんですよ。でそれはいまあねあの僕もそれはそうだと思う。思れるつもりは全くないし、まあ、僕は思れてもあちらさんが嫌だってうと思うんだけど <laughs> あの僕はそこはいいと思う。ねえそういう意味ではまあちょっとなんていうのかなまあ ねえお依頼先生とお僕レベルの人間とでは全然立場が違うからあれだけどねでもおそらくわざわざそういうものを出したっていうのはねそんな変なパターン化した勉強みたいなことはしてくれんなよっていうメッセージなのかなって僕は勝手に思ったの。でそういう意味からすると僕はそういう出し方ってありだと思う。だってさっき乱してないけど配布表とかだってさ図抜けて難しくないでしょね 最初はびっくりするでもあら部門別だでもこれならいけるちゃんと問題何回かやったからこれならできそう配布表の部分はいけそうそう思えればよかったわけだよねだからそういう意味からすると第4問なんかは別に僕は全然ありだと思います。で第5問はどうできたあの標準ってね結構嫌いな方多いから何とも言えないんですけども。 ただ僕今回の標準はは個人的に好好きです、ね、好きでですす。ね。僕が好きか嫌いかどうでもいいかもしれないですけど僕はいいものだと思いますよあれは。あのー、なんか工業武器ねここのところやっぱちょっとパターン外しじゃないけどもさっきの話と同じでね あのちょっと定型的なな勉強の仕方じゃなく、ね、決まりきった問題の出し方じゃなくって、えー、少し資料の与え方とかあそこら辺を組み替えることによっていつもと違う問題に見えるようにしてあるけども結局ちゃんとそれらデータを紡ぎ合わせていけばいつもの問題と同じデータちゃんと整えますよとかそういう形で問題作ってるでしょ。前回なんかの2月の試験は勝負はひどかったですけどお僕は前回の2月も工業武器の問題非常にいい問題だと思ったんです。 で今回も第5問の標準僕はいいもんだと思いますよあれはうんでどこがいい問題ですかって言ったらもう間違いなく第,、えー、第5問の製品 Y だっけな X と Y と2種類あってね、えー、Y の方が再分析でしょで加工費の再分析なんていうのはまあ基準創業度とか大体問題文で言ってるデータがあるけどさ載ってないじゃないですかでそれを自分で出さなきゃいけないんですよで出さなきゃいけないっつったってまあ標準原価カード載ってったでしょでそこに配布率載ってたでしょ でハイフリス乗っててて変動比率乗っるでしょ、ね、ってことはハイフリーズから変動比率の400円サッピーだいいかっけ1100円かなで固定比率が出るから固定比率が時間1100円出ちゃえばそもそも固定比率はどうやって求めてるのさって話ですよ。固定費用算を基準操業とでばれば固定比率じゃないでそう,いうと今回はい固定比率が出たで月間の固定加工費は乗ってるの99万っ両者の対応関係使えば基準操業とが900時間だっけえー、これ出せるじゃないですか。 ね、いつもあったら固定比率を自分で出すことが多いけどその計算の手順を変えるだけですよ。でそんだけの話じゃない。でそれができてしまえば再分析はできたんです。ね。だからそういう意味からするとあの簡単ではないんだよ口説いたけど今の2級で簡単だっちゅうのはないですからあ簡単な問題ではないこういう見方の切り替えっていうのはやらなきゃいけない側からすると大変なんです大変なんだけどもまあそこに対応ができてればああ五問は丸々解けたと思う。ただ やっぱりもう特に前回厳しい経験をされた方は言えると思うんだけど仮に製品 Y だったら Y の加工費の分析のところ再分析のところが厳しいって話になればそこに変に補充するんじゃなくて他のもののもがができてることのが重要だったんだよ、ね、だからもう他かのものができてればそこはもしできなくても気にすることはないじゃあその時間は悩むんじゃなくて次の問題に行ってみよう次の回答枠を埋めてで時間が余ったら戻ってこよう。 これがちゃんとできたたかかどうかっていうこといこやっっぱり大事だもねでそういったねまああくまでも実際試験の問題を解くときには受験のテクニカルなところも活用していくということは必要だったような気がするけどもまあいろいろ先に話しちゃったからあれだけどね全体的には僕は今日の問題は落ち着いてるような気がします。で皆さんはねあのー、繰り返しますけど今の2級って簡単ってことはないからねえ。 あのー、今日の問題だって多分もうきつかったと思いますよそれなりに。ね,ねえそれなりにきついなと思いながら解いてるところもあったと思う。ねえあ,あ,あったと思うけどもまあでも逆に言うとねこんだけのものをしっかり2時間戦い切れるだけの準備をしていただけてるのであればそれはもうやっぱり皆さんは今のまさに2級の受験生さんのレベルですよ。 あの本当にもう昔の話と比較したってしょうがないけどね全然時代が違うから比較の対象にもならないけどさ本当僕らの時代の20年前の僕がこの問題見たってできねえからねできねえっちゅうよりも根本的にこんないろんなこと考えなきゃいけない問題だったら多分やめてますよ解くので。ないもん僕らの時代には。だからそれだけやっぱり皆さんに求められるものって高度化してるんですよ。だから口説だけど今の2級に簡単な問題なんかない。 簡単な問題はないけどもやはりね基本に忠実にしっかりと押さえるべきところを押さえその知識を用いてしっかり取るべきところを取るということができてるかどうかということはやっぱ大事だと思うよ。ね、で,そういう意味では、見直ちょっとまあ全体的な話も一応しとくとねまず第1問仕分けの問題なんですがまあどうかな。 まずあの第1問の仕分けの問題で言うとあの説問番号1番と5番1番は端数利息の事情を伴う債権の売却そうですねで3番が株式発行、まあ、正確に言うと解説釣りに伴う株式発行扱い、ね、手続きの話です。でこんなものは極端な話でいや僕が受験勉強やってた時から出てますよこんなの。 で多数利息なんちゅうのはもう昔っから2級の論点なんだからあのここら辺はねどうしても嫌いな方多いと思う多いと思うけども出ること分かってるもう2級の第一問の伝統的出題論点として多数利息ってのはあるんですあるんだからやっぱりここはちゃんと対応してほしかったなだからどうしても問題解くのも面倒くさいのは分かります実め面倒くさいですよ日数数えたり何だりしなきゃいけないしね 有価証券本体の売却と利息の受助は基本分けて考えなきゃいけないとかあるからあ問題解くのは面倒くさいでも面倒くさいからっちゅって確認を曖昧にしていい論点ではないもんねそうでしょだって2級の第1問の品質項目なんだからしょっちゅう出るんだからだからこういったところはまずちゃんと対応できてるかどうかってこれ大事ですよ大事ですこういった問題がちゃんと解けるようにちゃんと準備を整えてきたかどうかそれが大事。 だからかもしれないけど今日のこの問題って波数利息が入ること自体でもうめんどくさいってやるらそれまでですけども波数利息の計算自体がそんなに煩雑にならないように売却日とね直前利払い日がわりかし近いスパンで設定されたりするじゃないだかそんなところでちょっと僕は死刑の先生の配慮が見えましたよやたらめったら日数計算が複雑にならないようにしてますもんこれだからそういう意味からするとやっぱこれはちゃんとね ややるべきこととをやっってておけば取れますよっていうう意図だと思うの別に僕は死刑の先生に媚び振るつもりもねえしね歌って何もいいことねえから何くれるわけでもないしあー変に褒めるつもりもないし、えー、そんなことしたってあんまり僕はねえいいことないんですけどでもこの問題はどう考えたってそうですよ。ねえそうするとやっぱりこの第1問第5問という伝統論点はまずちゃんと取らなきゃダメよ。やっぱり二級のの古典の論点なんだから でその上で234あたりはまあちょっと目新しい領域かもしんないけど2番なんか僕いいもんだと思いましたね2番これ問題読んですぐに判断できた方は立派だと思うけどこれカップ購入ですよねえー、固定資産のカップ購入あの代金支払いが多くの場合カップ購入って未払い金とか立てる場合が多いけど手形変わってんだけどね,ただ,だけどねただ手形変わってたって問題資料を見た時に商品陳列だな現金購入価格は144万対して手形振り出し総額は150万でしょ 144万の物件買うために150万分の手形を振り出したでなおかつその手形は10回払い分割なんです、ね、こういうのカップ購入っつうんじゃないですかだからカップ購入ですよ言われりゃできたけど、ねえー、分割払いだっていう表現はあったって手形だカップとつながんなかったとかって話になっちゃっちゃうとそれは違うでしょって話ですよ。だ僕なんかこれいい問題だなと思ったけどまあ僕なんか願い意志悪だからね <laughs> あの僕が問題作るんだったらまあ商品賃列すなら分割払いで購入とかって言ってるけどこの問題はまあこれでカップだってつながった人もいるかもしれないけど僕だったらこんなん言わないですよ。ね、うーん言わなくったってカップ購入だな取引全体状況から判断ができるぐらいにやっぱしとかないといけないよ。 ね、だからこれいい問題だと思うけどねね4番あたりの管制薬とかだってまあいい問題よこれ結構状況の判断が複雑なんだよね。あの今何をやってんのかかつて皆さんがだ方外貨の改革金が立ってる外貨でで改革金が生じる取引が終わってんのよで今その外貨で改革金の決済に備えて予約をしたからじゃあその予約時の処理してくれと。 こういうい問題だよねその状況の把握をちょっと見誤っちゃった方が多いみたいだけどもまあまあ少しねここら辺はやっぱ慣れも必要だから厳しいかもしれないけどもただ1番でしょ5番でしょでまあ3番ないし4番まあここら辺はなんとかクリアしていただけると思うので基本的に第1問の典型的な解答戦略って3問質じゃないですかそういう意味からするとまず伝統論点をしっかり潰しておけば1番5番で取れてで 2、3、4の中で、まあ、比較的手の出やすい、ね、2番か3番をまず確実に拾っていけばもう3問はできただ2番3番と共にできればもう1個上乗せもできてるわけですからあそういう意味ではもう十二分に目標は達成できたかなと思います。で同じようなスタンスで言えるのが第2問だよね第2問もこれ伝統論点ですね。問の1番これ銀 銀行調整表で第2問における「銀管っていうのは久方ぶりっちゃ久方ぶりなのかなああいうところがあるけどやっぱりこれ二級の第二問伝統論点ですでこの銀行勘定調整に関する不一致項目の把握とその修正ちょっと資料が読み取りづらいところはあったと思うけどもただまあやっぱりここは基本論点なんでしっかり取ってほしかったかな。でまずそこでしっかり取るだけ取っていただくことができれば資料2番に関する仕分け。 ねえ資料2番に関する仕訳でちょっとあのこれ外貨の資料の書き方いやらしいけどね <laughs> あの100ドル札50枚50ドル札90枚とかつって別にこれね何千ドルとかって言ってくれりゃ分かりやすいのにさちょっとそこ出しなっていうちょ,ちょっと意地悪い話だけどね。 まあまあそこだけちょっと注意すればなんとかできたかなとは思うんだけども、まあ、少なくとも問いの2の仕分けの関連で銀管に関連する資料1番関連は銀管とセットでしっかり取ってもらうことができれば、まあ、いわゆる伝統論点とかだねそこでも12分に7割ぐらいの確保はできるじゃないですか。ねでそこだけでもまずしっかりやって確保して、まあ、その上で資料2番に関する仕分けでプラスアルファ上乗せると。聞ければ ままあ何も,も十分7割とといいうラインには乗ったと思いますね,ね第3問第3問はまあ前回ぱりはこれが本当に鬼門でしたけどな今日の第3問はうんちょっとまあ見方をしっかりと持ってもらえれば比較的対応しやすかったかな。あのまずこれ第3問普通の BS 作成の問題で回答用紙は BS だけだよね。 これ肝ですよ BS だけ PL ないねで PL ないよって言った時にまあ皆さんこれ実際にいろいろ処理をしながら考えるところになるかなとは思うんだけどあのー、まずねちょっとここもまず皆さん方にしっかり念頭に入れてもらった方がいいんですがあのー、このだけどこれ BS だけでしょ ?PL ないよね PL がなないいっっててこととはあの基本的に当期利益とかってもう出さない い出ないじゃんでしょで当期純利益とかがもう PL がないんだから把握のしようがないわけだから対っ対っかる繰り越しし利利益益ててどうしたって当期純利益が加算ななきゃいけないわけけわですよでそうするともう PL 作んないんだし、まあ、ましてや計算用紙に PL なんか作ってる時間ないですからもうそんなことやっちゃダメなんで、えー、そうなってくるとまあ基本的にねもう PL がないんだからあ当期純利益の把握もしえないであるならば繰り越し利益条件の把握ってのも基本的に厳しいですよ。 今回出そうと思えば繰り越し利益条件以外の他の項目全部出ますんで貸借の差額で出すってのは出せますけどもそれは全部合ってる前提の解き方ですから,からそうするともう貸借対象しかないんだからもう当期純利益が含まれる繰り越し利益条件の中どうでもいいとね合わないわこんなもんと合ってりゃ儲けもんぐらいにだからもうそしたらああ取れるところを取っていくんだっていうスタンスにやっぱ切り替えることが大事なのよ でその時に今日まあ出題されてる決算整理事項の中でやっぱ面倒くさいの税効果だよね。で税効果は面倒くさいんですよ間違いなくだってこれあの原価消却例えば備品については法定の対応年数6年と会計上の対応年数8年まずそれぞれ原価消却を計算してで当然、えー、仕分けなんかで用いるのは会計上の8年で消却したものだけどあ6年で消却したものだけどん その会計上の6年で消却した減価償却費と税法上の8年で消却した減価償却両者の差額が一時歳でこれが税効果の適用対象その誤差に25%かけると税効果よって話になっ,たりさでなったりするんだけどどういい皆さんこれさまあやってん時に気づけっつうのもちょっとこっかなと思ったんだけど気づいてくれると嬉しいなと思ったのは8番の指示なんだな。 資料3番の8なのなよまあまああこれはね、あの貸、ー、借対象ですから国の部税金資産と国の部税金負債は相殺してその純額を固定資産が固定負債として書きなさいって書いてあるでしょ。ってことは皆さんまあまあ処理のやり方が書いてあるんだけどこれさ貸借対象表しか書いてるしないよね。 で国の部税金さんと国延税金負債を相殺して残った分だけ BS かけたことでしょってことは何が痛いか分かりますこれ税効果一生懸命やったって回答用紙一刻もまんないってことですよ。だよねだって国延税金さんと国延税金負債を相殺して消すんだから。ってことは税効果一生懸命やったって国延税金一算国延税金負債どっちかが乗るだけでしょ法人税等調整額は言うまでもないけど PL ですから。かけないもともと。そうするとね。 僕みたいなずっこい人間は何を考えるかっていうとかけるる時間と得られるリターンが釣り合わないんですよそうでしょだって今回税効果って長期貸付金の貸し倒れ引き当て金繰り入れで今言った備品の原価消却、まあ、さらに言うと、まあ、BS の話であればその他有価証券の話も味しなきゃここら辺が全部合ってないと合わないんですよ。でそれらを全部やってやっとこう回答用紙1個埋めるんだったらえ他のものじっくりやった方のがいいじゃん。 同じ一か所なんだから。って話。ね。だそういう見極めも必要だったう,、まあ、うど当然時間があればチャレンジはするべきだけども変にこだわる必要はなかったよね。だからまああえて言えば税効果云々ということにこだわるよりはあやっぱりね容易に回答が出せるようなものをどんどんちんと埋めていくということのが大事だったんじゃないかな。でちょっと処理論として難しかったのはその他有価証券がね。 あのその他有価証券は資料3の6番見たときにその他有価証券の金額は弊社株式の前期末の時価だっつってわかる,あるこれね決算整理前試算表資料1番の決算整理前試算のってるその他有価証券680万だでしょこれ前期末の時価だっつってんですよ。どういうことかわかります、まあ、その後決算整理事項資料3番ずっとつながってんだけどこれさその他有価証券で前期末に時価評価したら当期収 当機種を迎えた段階で洗い替え処理って言って前期末時価評価評の逆をやるでしょで逆をやることで元の取得原価を戻さなきゃいけないんですよ。これがそのの有価価価証券の時価評価なのってことはその他有価証券に関しては去年時価評価やったまんまで機種の洗い替え元の原価に戻す処理やってないっつってるんだからまずそこやって。 でその他有価証券本来の取得原価に戻してから当期末の時価770万に時価評価評価返すんですその二段階手続き取るそうすると同じく決算整理マイさを見たときに繰延税金算2万5千円その他有価証券評価差金7万5千円乗ってるでしょでこれから前期末決算でどういう仕分けしたのか読む借り方繰延税金算2万5千円借り方評価差金7万5千円貸方その他有価証券10万って仕分けを去年やってたってことですよ ね、だ今年逆仕分けからやるんだから借り方その他有価証券10万貸し方国の部税金資産2万5千評価差金七7万5千でこれをやることでその他有価証券は決算整理資産の680万が元の首都券が690万に戻るから690万を当期末の時価770万に直すっていう手続きを取らなきゃいけなかったってことです。ねなおよ なおかつまだだよここにまずちゃんと気づいて処理ができたらば、はい、回答用紙の貸借対象表を書くときに皆さんその他有価証券ってのは勘定科目だよ。帳簿上の記録貸対借対象を書くときは投資有価証券って名前で書かなきゃいけないんだからね表示科目です。だから今回は回答紙が貸借対象だから投資有価証券その他有価証券は ダメですかその他有価証券って名前は BS には使えない投資有価証券です、ね、だからそこまでやって初めて書いただからこれも難しいまあその2つぐらいじゃないですか税効果とその他はちょっと難しかったで難しかったけどこれまずね貸借対象を作った時にえ投資有価証券って名前が すっかりの忘れちゃってその他有価証券で名前書いちゃったけど貸借対照表に載っけた金額がちゃんとね770万になってますよまあ時価のっけんだから770万になってますよって人はまあまず一つ目標はクリアだろうね。でもっと言っちゃうとこれ当資有価証券で名前までちゃんと合わせることできましたっていう人がいらっしゃればこれは素晴らしいですよ。素晴らしい結局時価評価だから時価になるんだもんねもう極端な話一連の仕分けが分かんなくったってそこだけはもう書けるじゃないですか。 ね、ちゃんとそういうのができてるだけでもこれは素晴らしい。ねまあだからねちょっとそういうところなんかを意識していただきたかったんだけどでも内容的には現金預金とかねあー建物の原価償却計額引いた後の値とかそういうねベーシックな部分がちゃんとできてるっていうことがまず重要だね。まず重要。 だ税効果とかどうしてもそっちが気になるんだけど税効果は税効果でねまあ後で見直しをして確認すればいいと思うけど税効果とか難しいのよもともと考え方一つとってもでもそれよりも実は大事なのはちゃんと現金預金合わせてますか対策対象の商品商品って名前書いて金額書くでしょちゃんとできてますかそっちのがやっぱ大事よだって基本なんだもの ね、そういったところがちゃんとできてれば点数上げますよってなってるのはまあ今回の試験の救いにはなるかなとは思いますけどね。えー、いうところでございます。まあそんなところがあって、まあ、第4問はねベーシックな文文コ別根スですから、まあ、しっかりと直接愛法の思考に基づいて IFK3 手続きを追っていただければよかったと思います。で第5問が、まあ、くどいだけどこれ製品 Y の加工費に関する予算分、えー、再分析。 で、これやってもらう時には資料1の括弧に載ってる製品 Y の原価標準製品 Y の原価標準を見ると加工費が時間1500円載ってるでしょ。これ配付率でで、すよねで。この問題は「加工費は変動予算を前提にする」って書いてあるんだから時間当たりの配布率1,500円は変動比率と固定比率の合算値。 でそうすると1,500円のうち変動比率っていくらって言ったら資料2番の5月予算を見たときに製品 Y は1時間当たり400円の変動比率だって書いてあるからってことは1,500円から400円を差っぴいた1,100円が固定比率1時間当たりの固定比じゃあこの固定比率1時間当たりの固定比1,100円ってのは本来どうやって出すのって言ったら同じく資料2の5月の予算を見れば固定加工費の月間予算99万って載ってるでしょこの月間予算99万を基準創業度で割ると1,100円 これが出るんですよでその基準創業度は何時間札と載ってないから自分で出さないと知らったは作れないじゃん。でしょじゃあ基準創業度どうするの ?99 万円という予算を固定比率の時間1,100円で割れば差で求まるのがですか基準創業度です。900時間。だいつも与えてくる基準創業度をそのデータの関係性から自分で読まなきゃいけなかった。でそれができてしまえば 再分析自体はいいいつもの要領ででシュラッターズに基づてて行ううことはできたよっていう話ですねまあそうは言ったって多分この加工費の予算分析なんかは結構厳しいところもあると思うからまあまあここは多少ミスが出てもしょうがないかな思うよ。で加工費の予算分析なんかが再分析なんかがね、えー、誤答が出てしまったとしてもさ今回のこの問題に関して言うと。 まあ少なくともあの製品 X の、ね、予算ベースの生産量に基づく標準原価出しなさいとかあったでしょで問いの1番説問1番説問2番あたりはもうすぐ取れる。で説問3番の中でも材料費、まあ、原料費の再分析価格差異数量差異出せってあったでしょあれはできるじゃない。ね。だそこら辺をしっかり拾っていけばもう何てことないですよ。今回は商業武器の第2問第3問ここのとこずっと手が出ないようなあ問題が続いていたけども。 まあ比較的基本に忠実な論点を出しているので、まあ、そちらでもカバーは効くわけだからねえー、そういう前提での回答ができればよかったなというふうに思います。まあ皆さんもねいろいろな思いを持って今日の試験の日を迎えてくださったと思うんですけどねまあお話をお聞きできたのは極めて極小数の方ですから。 あ全体的にどうかっていうのは全く僕は今予想はつかないけどもただ、まあ、僕が問題を見た感覚あとは、まあ、少しお話しできた方々の感覚聞いてるとね、まあ、今回はちょっとやっぱりこれまでの厳しい試験の動向があったから受験生さんの側が相当程度、まあ、我慢に我慢を重ねてねしっかり準備をしてくださったんだなというのが僕の今の感想です。 えー、だ僕が思った以上に、うん、そこはできたっっていいうふうにおっしゃるる方がが多い感じがするまあまあそんなこと言うとねいや僕はできなかったところがあるっていうふうに変に気落ちされちゃう方もいらっしゃるかもしんないけどもただ今回はねあの比較的しっかりまあ難易度の高い問題が出るという想定のもと準備をしてくださった方々が多いのかなっていうのが僕の感想だし。 まあそういった方々が多いという前提で考えればある程度お今回の試験に関してはちょっと率としては期待ができるのかなっていう気がしてます。あの問題に比べて率が高くなる感じがする。わかります？あの簡単じゃないんですよこの問題。<え>まあ前回の問題なんかを前提にするとえらい簡単に見えるかもしれないですけど絶対簡単じゃないですよ。あのー、その前提で考えるとまあ。 やっぱり皆さんがしっかり対応してくださった証なのかなっていう気はしますね。えー、だからまあ個人的には少し全体の合格率には期待を持ってるようなところだったりはします。ね。まあこればっかりはね数字が空いてみないと何とも言えないところはありますけどもまあ今回の試験。 えー、とりあえずこれがまあ,あ皆さん方なかなかねお付き合い頂い,いて、えー、大変にまあ申し訳なかったんですけどあの一応最後にね、えー、まあもう試験終わったばっかりで何なんだけど一応今月の末29日30日に私どもレッグ各地の校舎で小学,、えー、小学生試験とうの実施します。 まあ、2級の方であればその上に進むための税理士とかあ1級とか、まあ、そちらに進んでいただく時の学費の割引が受けられる特典のクーポン、まあ、これをかけてというんですかねあの試験の問題に解いても試、まあ、試験の本試験本じゃないですよあー僕らが作った試験問題に解いてもらって特典状況に応じて割引率の高いとか、まあ、そういうクーポンを差し上げるという機会なんで、まあ、別にうちで申し込んでいただく必要も関心もないけどもね えー、もしお時間があればそういったものを受け取っていただければじゃ次やってみようってなった時にはお使いいただけるクーポンなんで、まあ、詳細はホームページの方でご案内をさせていただいておりますんでね、えー、ご興味があればぜひ一旦見ていただいて、まあ、お近くの方 あ比較的容易に、ねえー、各地本港に足を運んでいただける方はぜひ前向きにねお考えいただけるとありがたいと思います。まあ、いずれにしましても皆さんあ、今日ね、2、え、級、ー、が始まるとき雨止んでたけどね、えー、まあ、帰りのときにはまた雨降ってきちゃったりして、ね、少しまあ、そうだね。 すがすがしい形で試験を受けていただくということではなかったと思うんだけどねまあ,あ天気の悪い中ね一生懸命、えー、今日の日に向けて準備してきてくださって試験も受けてきてくださってまあまあお疲れになったと思いますよおいろいろ思われるところはあるとは思うけどねまあそれはそれですとりあえず今日に向けて、えー、しっかり皆さん方やってきたんだからねえ今日はもうゆっくりとお,お疲れを取っていただいてね、えー、何日かして え少し、まあ、疲れが取れてきたらさあこのあとどうしようかなということなんかも前向きにね考えていただけると嬉しいなというふうに思います。はい、というところでございまして以上で本日の解答速報は終了です。皆さんお疲れ様でございました